こんにちは、直樹です。今日もね、サカツクやっていこうと思います。でね、なんかいい感じでね、もうちょっと人が揃ってからにしようかなと思ったんだけども、3年目の最初にしてね、中村俊介とで今三浦知良をね、カズをね、入団させたみたいな。でやっぱりこれは11番どこの無名のファイターが11番つけてんだよ。もう10番とかも中村俊介に、こいつか、こいつ首、もうカズと中村俊介を仲間にしたさ、1位だよ。この竹下っていうのはあれだね、浜田とか、これはもう NPC。 お、中村俊介決めた。お、カズ決めた。あ、もうこれ、そうだそうだ、すごい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 、これ得失点差でも1位でしょ。よし、井原が仲間になったぞ。お金がなかったから1年しか。ただカズが怪我しまったんだよな。あ、武田今度パンプサンガなんだ。エレシアコーナーキックのチャンスを得ました。井原だ。お、いいねいいね。ここでカズ、全然違う、無名のファイターだった。 NPC だね。後半13分、エレシア、さあコーナーキックです。コーナーキックだ。カズ、ヘディングシュート、ゴールゴールゴール。誰だよこれ、また無名のファイターが決めて、どうすんだよ。本4本が出てきたぞ。本4本が、ないんだよな。1年だったらなんとか1億1000万だから、うわー金ねー、はい、ダメだ、1億3000万。あー、もうこれ、よし、井原が1年契約だったからストークビッチだな。ピッコレ、よし、1億とりあえず3000万。ひぇー、1億6000万。ダメ、うわー、ダメ、ちょっとこれ最1億9000万。うわー、よし、ストイコビッチ、どうやらキッカーはカズ。カズ。あとボールこぼれた。決まった。でもエレンシア同点ゴール。直樹が決めた。エレンシア、ここで同点に追いつきました。手元の時計で20分を回ったところで、VTR が出ます。最強トライアル、それでも5年契約ですね。1億2000万、もう少し結構いけそう。1億5000万、そして中田が出てきたよ。これは取らなければいけませんな。1億5000万で、ああでもいける？うわ、やべ、これで、でお金破産してしまうんではないでしょうか。ちょっと待て、この金額でいかがでちょんまげ？オッケー。いやーね、もうお金が使えない。やっべー。
よし、中田が仲間になったぞ。これでほぼ持ってる全財産の全てが、やべえよな、もう無一文だ。だからほぼこれでゲームオーバーではないだろうか。前半15分になろうというところ、エレンシア、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。絶好のチャンス、おー、数、あれ、何なんだ。前半18分、変わる範囲、エレンシア、ここから得点に結びつけることができるのか。この吉村っていうやつ、そのオリジナルキャラクターは、コンピューターが作ったオリジナルキャラクターいらない。中田上がっていきます。中田絶不調なんだよな。無難に繋いでいきます。おっと、強引に繋いでいます。ファール、オッケー。お、レッドカード、はい、ほい、イエローカードが出ました。イエローカード、手元の時計で20分になろうというところ、直接フリーキックのチャンスを得ました。エレンシア、直接狙った、いったいったいった、ゴール、試合が動き出しました。先制、エレンシア、決めたのは、やっぱりこうか、芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。コンピューターが勝手にミッドフィルダーに数をミッドフィルダーとかにするのはおかしい。よく決めた、ね、勝てるものも勝てない。いい気。手元の時計で30分を回ったところです。さあ、コーナーキックです。よし。入った。ファインゴール。前半31分。ストイコ。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ストイコビッチ。いいところに張っていました。まさ。後半開始直後、エレンシア、リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。よし、中村俊輔、左サイド上がってます。上げろ、押した、誰だよ、浜田って。お前はいらない。後半開始直後、 NPC はいらない。後半5分を回ったところです。ボールはビッテル。さあ、注目しましょう。なんとかピッチをしのぎました。手元の時計で10分を回ったところです。エレンシア、勢いがあります。ビッテル、こっちだよ。ボールを奪うことができません。左サイドから一気に攻め込むつもりでしょうか。いけるいけるいけ る, いける。中村、うわ、キーパーなんとか防いでいます。後半20分になろうというところ、コーナーキックとなります。このシュートは惜しくも外れた。ストイコビッチ、コンピューター、どう思われます。ギロラボさん、 NPC エレンシア、勝てば天国、負ければ異国ですよ。ありがとうございました。いい、この無名のファイター、あーっと、ここで笛、ストコビッチ、決まった、ゴール。ずっと怒ってもらう。手元の時計で5分を回ったところです。エレンシア、さあ、ここからリズムに乗っていきたい。うわ、この無名のファイター出してダメだって言ったから、オープンスペースを探します。よし、中村俊輔、よし、こっからストイコビッチ、クロスボールを上げるチャンプ。誰だよ、この竹内って決まった。思わぬ手元の時計で6分を回ったところで、見事な決勝 V ゴールです。無名のファイターのチームに負けるところ。手元の時計で35分になろうというところ、エレンシア、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。本当によく周りを見てますよね。鋭いパスが通った。完全にフリーだ。決まった。これなんかいい感じになりそう。中田から。前半34分。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ストイコビッチ。これは嬉しいでしょう。手元の時計で5分を回ったところです。エレンシア。さあ、ここからリズムに乗っていきたい。無名のファイターはボール持っちゃいけないって。無難に繋いでいきます。右から徐々に詰めていきます。ダイビングヘッド、okay. 入った、ファインゴール。後半6分、ドゥンガきっちりと決めてゴールイン。エレンシア、1点をもぎ取りました。ゆっくりね、そうだね。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。
手元の時計で30分が経過しています。エレンシア、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。中田、無難につないでいきます。右に叩きます。右サイド突っ込んできた。あーっと、ここで笛。お、来た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 、落ち着きなさい。ほい、どうやらイエローカードのようです。ここは中田か中村俊輔のフリーキック決めてもらったか。ストイコビッチだった。決まったー、ゴール後半のロスタイム。エレンシア、ここから得点に結びつけることができるのか。右のスペースを狙った。いい感じ、いい感じ。ストイコビッチ、パス。さてどうしますか。オッケー、この無名のファイターを打ってしまった。エレンシア、ファイト。無名の NPC が終了間際、宮本ダメ押しの。ダメ。ギロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。なかなか好調ですね。もう選手たちも気合十分ですね。ありがとうございます。センタリングのチャンスだ。センタリングのチャンスだ。絶好のチャンス。いける、いける。さすが、綺麗だな。手元の時計で20分になろうというところ。エレンシア、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。手元の時計で5分になろうというところ。セレッソ、システムを 4-4-2 に変更してきました。やはり気温に戻って、この位置から打った。クロスボールか。中村俊輔、ボレー、よし、決まった。ビョーンです。やっぱこういう風なのが見たいな。手元の時計で5分になろうというところ。中村俊輔、決めたのはストイコビッチ。ストイコビッチ、落ち着いて決めました。手元の時計で20分になろうというところ。コーナーキックとなります。誰だ、押し込んだ、ゴール。後半20分になろうというところ。決めたのはブンガ、落ち着いて決めました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。いい感じ、いい感じ。ドゥンがいいところに張っていました。いいボールが入りましたね。これはもう解説書に載っちゃうぐらいのお手本ゴールですね。手元の時計で25分を回ったところです。エレンシア、全く容赦ありません。この無名のファイターはすぐパス、上田、すぐパス。さてどうしますか。カズ、右へ、カズ、右へ。落ち着いてボールをキープしています。ストイコビッチ、ペナルティーエリアまで行くか。お、中村俊輔、打った。まだまだ弾かれ、まだボールは生きている。また無名のファイター、蹴った。キーパー、ボールを抑えた。後半残りあと5分。もう1回攻められる。さてどうしますか。ディフェンスの様子を伺っております。よし、誰かいる。右サイド上がった。無名のファイターはいい。ストイコビッチ、オッケー、オッケー。これが決まった。綺麗に決まった、決まった、決まった。手元の時計であと5分。これで私のこのサッターンの初トリック達成です。ストイコビッチ、最後はね、実際する実在するキャラクターを見て終わりにしましょう。まあ、これは私のオリジナルキャラなんだけど、カズだよ、カズ。カズで中田、ドゥンガ、中村俊輔。うわー、なんかみんな若いな。ストイコビッチね、ほら。はい、そういうわけでね、本日の動画これで終わりにします。おやすみなさい。